国際司法裁判所の裁判官の報復報復とは、裁判官、検察官、弁護士、裁判所書記官、定理など、職務上法廷に立ち会う、放送関係者及び裁判所職員が法廷で着用する制服。報復の色は黒と定められている。黒はどんな色にも染まることがないことから、裁判官の公正さを象徴している。九百三十年代の判事弁護士、 聖徳太子像、明治政府が近代法制の整備を進める中、初期の法廷では、判事検事の服装もまちまちで、花肌見苦しいとも評された。そこで、ヨーロッパ諸国で古くから使われてきたがう型の、報復に習い、日本でも、法廷で着用する制服を導入することが、初代司法大臣、山田明義より提案された。これを受けて、 1890年2月10日に制定された裁判所構成法では、公開の法廷において、判事、検事及び裁判所書記は制服を、弁護士は、職服を着用する旨が規定された。そして、明治23年10月22日直例、第265により、判事、検事並びに裁判所書記が法廷で着用する制服、 および、失ったりの制服が制定され、続いて1893年、弁護士資格制度の施行に伴い、明治26年4月5日、司法省令第4号をもって弁護士の食服も制定された。このうち、失ったりの制服は、上着がコンまたは黒の毛織製で、立襟シングルブレストのフロック型。袴もコンは黒の毛織製で、長ズボン。帽子は、 黒ら社制で、傍傷は五条の朝日章であった。判事、検事並びに裁判所初期の制服及び弁護士の、職服は、国学者で前年に開校した東京美術学校の和文、歴史教員であった、黒川迷により考案された。古代美術や夕食古術に精通し、服飾史に関しても、造形の深かった黒川は、聖徳太子像より交渉した古代漢服風の、 東京美術学校最初の制服を考案しており、出来上がったものは東京美術学校の制服に似た古代漢服風となった。そのため、黒川が裁判所に事件の証人として召喚された際、定定に判事と間違えられたという逸話もあり、行部は古代漢服風の複製は旧であったと指摘している。司法官らの制服及び、食服は上着と棒からなっていた。 某は、黒字雲門で、古代の官人が被っていた冠に似た形状であった。上着は、黒字の血的法で、襟と胸に、唐草模様と霧の刺繍が施され、刺繍の色で感触、霧の個数で裁判所の等級を区別した。判事、刺繍は紫。霧は、大審院判事が7個、高訴院が5個、地方裁判所と、区裁判所が3個。検事、刺繍はヒは黄色。 霧の数は、ハンジと同じ。初期、刺繍は襟に、深緑の唐草模様のみ。弁護士、刺繍は、白の唐草模様のみ。複製を定めた当時、弁護士であった、砂川武春は、ハンジが、食服を着て、初めて焦点に臨んだ時は、言い合わしたごとく皆なきはあまり悪げに微笑を漏らしていつた、と回想する。戦後、裁判所構成法が廃止され、 裁判所法が制定されたとき、特に報復の規定はなかった。そのため、従来の報復を着用するもの、報復を着用しないものとが混在した。最高裁は1949年に裁判官の制服に関する規則で、裁判官について新しく制服を定めた。なお、裁判所書記官も裁判官に似た報復を着用している。 裁判官の報復着用を定める実質的な理由については、法廷が非常に手続きが厳粛にかつ秩序正しく行われなければならない場所であるということからいたしまして、一方ではその公正さと人を裁く者の職責の厳しさを表すとともに、他方では報復を着用することによりまして、裁判官自らそのような立場にあることを自覚させるものと説明されている。 裁判所公正法明治23年2月10日、交付、同年11月1日施行。114条1項、判事検事及び裁判所初期派公開したる法廷にを手配一定の制服を着す、同法道上2項、全項の改定にお手審問に参与する弁護士もまた、一定の職服を、著することを要す、判事検事裁判所初期及び、 出ったつり制服の県明治23年10月22日、交付判事、検事、裁判所初期、出ったつり制服左の図表の通定無駄だし、明治23年12月31日まで、は、フロックコートまた母折袴を持ってこれに代用、することを得弁護士職服明治26年4月5日、制定。廃止手続きは特に取られていないが、 国立国会図書館の日本法令作院では実効性喪失としている。裁判官の制服に関する規則書は二24年4月1日、交付、施行。平成4年最高裁判所規則第9号により一度だけ、改正。平成4年の改正前は、正式画図として掲載されていた。改正後は最高裁判所の通達で、具体的なデザインが定められており、新たに、 女性裁判官用の制服が制定され、シャーベットグリーン色のスカーフが制定された。一項裁判官は法廷において制服を着用するものとする。二項全項の制服に関し必要な事項は別に最高裁判所が定める。イギリス及び一部の旧イギリス植民地だった国では、黒の報復とともに中世風の白いカツラを着用している。 アメリカ合衆国でも報復が使用されている。中華民国成立後の1913年、水時検察官、立志、初期官、小発理、庭邸に報復が導入された。報官には、青天白日照があしらわれており、報復の袖と襟の刺繍で感触の区別をした。満州国では、戦、報刊は当初、 トン抜ウ靴に描かれた体感を元にしようという意見があったが不評であった。そこで発想を転換し、日本の鎌倉時代の青と富士綱に習い、折煙星型の方冠となった。満州国の報復には黒のビロードがついていたのが大きな特徴であった。中華人民共和国ではこれまで軍人や警察官のような制服を着用していたが2001年5月に 諸外国に合わせて、黒の報復を着用するようになった。砂川 P105 行部、P207 行部、P205 から206通俗教育研究会、P235 から237行部、P208 行部、P208 中田 P60 砂川 p 1 0 6百9 8 4年4月7日、第101回国会、参議院法務委員会における、山口茂。 最高裁判所長官代理者の答弁。国立国会図書館日本法令作品。2013年2月6日閲覧。ありがとうございます。